山中亮介のマイベストチーム。フォーメーションは4-3-3です。キーパーはガンバ大阪の東口選手です。リーグ戦のホームでやった時に自分では決まったかなって思ったミドルシュートを余裕でキャッチされたのが結構ショックで印象に残ってます。右サイドバックは鹿島アントラーズの西大吾選手です。本当対戦してて一番嫌な選手で、本当にサッカーが上手くて自分では憧れてるサイドバックの選手ですね。鹿島の庄司選手です。まあ、圧倒的な対人の強さだと思うし、ビルドアップも上手いし、自分のチームにいたら心強いなと思ってます。もう一人は浦和レッズの牧野選手です。まあ、アスリート能力的にもすごい高いですし、パーソナリティもすごいいい人なので、ぜひ一緒にやりたいなと思ってます。左は川崎フロンターレの車屋選手です。サイドバックで攻守に最もバランスのいい選手だと思うし、見てて勉強になることも多いので。アンカーはフロンターレの森田選手です。本当に上手くて、ボールもしっかり狩ることもできるし、繋ぐこともできるんで、いたら心強いなと思ってます。インサイドハーフは札幌のチャナティップ選手です。狭いとこでも前向けるし、アジリティがすごい高くて、本当に止めにくい選手だなと思って見てます。インサイドハーフがフロンターレの家永選手です。体が強くてボールを失わないですし、そこのキープ力だったり、決定機を作る能力がすごい高いなと思ってます。前の3枚が、右が柏レイソルの伊藤純也選手です。マッチアップしてて一番脅威ですし、何度もスピードで置き去りにされたこともあるので、一番嫌な選手だと思ってます。左はフロンターレの小林優選手で、最終ラインとの駆け引きだったり、そこはすごい相手にとって脅威なので怖い選手だなと思ってます。センターフォワードは名古屋グランパスのジョー選手です。得点能力っていうところが本当ズバ抜けて高いと思うし、一番前にいたらすごい点取ってくれるなと思ってます。